はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。今日もですね、一人会になります。今日は何を話しようかなっていうふうに考えたんですけど、海外で活躍できる人材っていうところをお話しようかなと思ってまして、僕ですね2015年から18年まで国際協力に携わっていて、海外で生活しましたと。でその後は日本に来てコンサルティング業界で今までグローバルプロジェクトのプロジェクトマネジメントをずっとしてきたんで、その経験から海外で活躍できる人材ってどんな人なのかなみたいなところを整理したんで、ちょっとお話しようかなと思ってます。まあ大きく分けて僕4つあるかなと思ってまして、それをちょっとお話しできればなと思ってます。はい、まず一つ目はですね、しつこさですね。これしつこさっていうと日本人の方はすごくネガティブに捉えられるかもしれないんですけど、実はそんなことなくて、僕の中ではしつこさっていうのは1回アプローチしてダメで、でも2回アプローチしてダメで、それを30回ぐらい続けられる人が僕はしつこさがあると定義してまして、それがちゃんとできる人っていうのは海外でも活躍できる人材なんじゃないかなって思ってます。例えばなんですけど、僕コンサルティング業ずっとしていて、グローバルプロジェクトとかだと日本人だけが任命されるわけではないんですね。フランスの方とか世界中の方と一緒に仕事をすることが多いんですけれども、その中でですね、やっぱり価値観が違ったりだとか、働き方が違ったりだとか、考え方が違うっていうのがすごくありますと。日本がヘッドクォーター、本社だとして海外に支社があったとしたら、海外は海外自身がヘッドクォーターだと思ってるんで、ここの対立めちゃくちゃあるんですよ。でそういった時に、日本がこういう風にしていきたいなと思ってる内容を海外に伝えようとした時に、1回目だったらすぐ弾かれるんですよ。それでも言い方を変えたりだとか、向こうにもメリットあるような話し方にしたりだとか、伝え方を変えるとか、そういったところでどんどん試行錯誤して30回ぐらい続けていくと、向こうもちゃんとね分かってくれるんですよ。それの合意形成っていうのがめちゃくちゃ会社では大事で、ビジネスでも大事なんですよね。でそういったところができるのは、しつこさがある人間じゃないと絶対できないです。なんで海外で活躍できる人っていうのは、基本的にはしつこさがある人じゃないとついていけないんじゃないかなって思ってます。で2つ目はですね、適応能力がある人なんですけれども、端的に言うと海外の人たちとですね、しっかりとコミュニケーションが取れるかっていうところと、自分の今までのバックグラウンドを相手に押し付けないような形でコミュニケーション取れるかっていうのがめちゃくちゃ大事だなと思ってます。まあ、よくあるのが、コンサルティング業界でプロジェクトを回していると、海外の人と働くことが多いんですよね。でミーティングとかで、何時からミーティングやるよって言った時に5分とか10分とか全然遅れてくるところもあるんですけど、日本人からしたらそうやって5分遅れるなんてありえないみたいな考え方だと思うんですけど、海外では結構それ当たり前なんですよ。でそういった時に、お前ら遅れてくんなよみたいな考え方、そういう強要をしてしまうと、向こうも壁を張ってしまうことが多いんですよね。なのでその人に合わせたコミュニケーションを変えていかないといけないと思っていて、でそれをちゃんとできる人っていうのは、やっぱり海外でも活躍できる人材なんじゃないかなって思ってます。で3つ目はですね、これめちゃくちゃ大事で、課題の本質をちゃんと理解できる人ですね。これ何を言ってるかというと、正直言うと海外でも日本でも変わらないことなんですけど、ある課題がありました。その課題に対して何がボトルネックになっているのかっていうところをちゃんと切り分けられる人っていうのが、海外でも活躍できる人材かなと思ってます。これはですね、国際協力の事例をお話ししようかなと思ってるんですけど、例えば僕がもともと国際協力に携わらせてもらった時に、ある県の住民の収入向上活動の支援をしてくださいっていう命題が与えられたんですね。じゃあそれって何やればいいかって考えた時に、お金を増やすっていうことは、じゃあその県の人たちがどれぐらいの人口がいて、その人口がやっている職種っていうのが何なのかっていうのを調べて、じゃあその割合が多いよねっていう観点から、その時は僕は農業が多かったんで、じゃあその農業従事者の人たちの収入を増やすことができれば、必然的に収入も上がっていくだろうと、今回のプロジェクトに貢献できるだろうって考えたんですね。じゃあ収入向上を支援するっていう方法って大きく分けて2つあるかなと思っていて、新しい作物を作ることで収入を向上させる方法と、あともう一つは今やっている作物の技術を変えていくことで収入を上げていく方法みたいな形で、ある命題があったとして、どこをアプローチしていくかっていうところの細分化をちゃんとできないと難しいんですよ。なので課題の切り分けができるっていうのは、収入が低いっていう課題に対して、なんで低いのかをちゃんと深掘りできる人じゃないと海外では難しいんじゃないかなって思ってます。日本でもただでさえ難しいのに、海外なんて僕たちが知ろうとしている情報ってすごく限定的なんですよね。で例えばそのカウンターパート、一緒に働く人たちが本心を言っているのか本心を言ってないのかっていうところも、英語でコミュニケーションしたりだとか日本語以外でコミュニケーション取らないといけないんで、ランゲージバリアみたいなところもあって、ちゃんと理解できない可能性があると。ただそこをちゃんと課題を明確にして、こういうロジックでこの課題があるから、その課題に対して仮説検証をするみたいなところをちゃんとできる人じゃないと、海外で活躍できる人材にはならないんじゃないかなって思ってます。で4つ目なんですけど、切り替えができる方ですね。で切り替えができるって何を言ってるかというと、海外の人たちと話をしてると言ってることがストレートなんで、めちゃくちゃ傷つくこと多いんです。
ですよ。例えばですけど、ビジネスで海外の人たちがやってると僕なんてもう30回ぐらい言われたかもしれないですけど、お前なんてもう全然当てになんないから信用できねえわみたいなところだったりだとか、本当に何言ってるか分かんないみたいな感じで結構ズバッと切り離されることもあるんですよね。でそういった時にこういうことを言われたから次からはしっかりと言えないみたいな考えになっちゃったり、気持ちが切り替えられないとずっとそれは後引っちゃうんで、プロジェクトとか事業っていうのをうまく進めることができません。なんで一回言われたけど別にそれは僕も相手に言ってるし、相手も僕に言ってるけど、その次は普通のコミュニケーションができるような形でちゃんと自分の切り替えができるようになってほしいなと思ってますし、そういう方ができる人こそ海外で活躍できる人材になってるんじゃないかなって思ってます。はい、総括して言うとですね、今回海外で活躍できる人材っていうところの4選をお伝えしたんですけど、もう一回振り返ります。しつこさがある人、適応能力がある人、あと課題の切り分けがしっかりできる人、あと心の切り替えがちゃんとできる人、この4つがあれば海外では活躍できるんじゃないかなって思ってます。はい、ざっとお話しさせてもらったんですけど、今日はこんな感じで終わろうかなと思ってます。ありがとうございました。